おはようございます。今日はですね、模型を発射してるんですけども、なんかやたら異音するんで直していこうと思います。ちょっとね、どっからなってるのかわかんないんで、動力車を分解して、調べていこうと思います。いや、もうええって。とりあえずですね、今からこの動力車を分解していこうと思います。まずはじめに、ボディと室内灯を外しました。それからですね、座席部分を今から外していこうと思います。まあこれ座席ないんですけどね。この爪の部分はこの小さいマイナスドライバーを使えば簡単に外せます。今からですね、このモーターの交換と、ウォームギアの清掃をしていこうと思います。ウォームギアはですね、トイレットペーパーでこう挟んで回すようにして拭くと、汚れが取れやすいです。それとウォームギア取り付けてる部分ですね、あの黒い部品なんですけど、なんて言ってるかわかんないですけど、そこは綿棒で洗ってます。とりあえずですね、清掃が終わりましたので、これから装着して走らせてみようと思います。ダイキャストに、部品の方を取り付けました。ここからですね、元に戻してちょっと走行テストをしてみたいと思います。さあどうでしょうか。あかんね。ということで、今度は台車をいじっていきたいと思います。ということでですね、台車の中に入っているギアがついている部品すべてをですね、交換してみました。いい感じですね。全然異音がなくなりました。ということでですね、ポコポコ音がしたら台車を変えれば良いみたいです。それではご視聴ありがとうございました。